どうも、投資家リバティです。一度聞いたら忘れられない。ダウ、ナースダックで世の投資系 YouTuber に絶大なインパクトを与えた投資情報チャンネル、バッチャマの米国株が全ての動画を非公開にしました。おそらくチッチ山、広瀬隆夫が買ってと連呼する動画が切り抜かれ、ちっちゃまの意図しない内容で拡散されたのがきっかけではないかと言われたりしてます。ちっちゃまは2020年から2021年の米国株が絶好調の時も買ってとちょいちょいツイートしており、いわゆる持ちネタみたいな買い煽りです。バッチャマの動画でも買ってお連呼してましたが、個人的にはじっちゃまの言ってる通りの内容なので、もしかしたら他の理由で動画を非公開にしているのかもしれません。実はじっちゃまに関する動画を私も最近作成していて、それは切り抜きとかではなくて、じっちゃまの予想はよく外れるという内容なんですが、買ってと言った旗から米国株が下がったりしたので、じっちゃまにクレームが殺到して情報発信が嫌になったとも考えられます。多分そういうことじゃないんでしょうが、個人的には本当にじっちゃまが勧める個別銘柄はびっくりするくらい暴落したりするので、反面教師というか逆指標として有効だったのと、デッドキャットバウンスなどの普段お目にかからないようなかっこいい用語知識が割と勉強になってたことと、バッチャマのダウ、ナースダックなどの軽快なトークが聞けなくなるのは寂しい限りです。 YouTube や Twitter も新聞なんかと同じで、人を煽ってなんぼな世界だとは思いますが、じっちゃまのように予想が外れてもエンターテインメントとして楽しんでいる視聴者も少なからず存在していたと思います。強烈な個性を持ったじっちゃま、バッチャマには変に萎縮せず、新しい形でのびのびと今後も情報発信していただけたらファンとしては嬉しい限りです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは投資について語ったりしてます。みんなで負けない投資家になれるように情報公開してます。応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。